願いします。はい、作曲やっておりますハイブリッドセンスです。ゲーム中ハイブリとかブリちゃんと呼ばれます。今日はちょっと事前に話をして、いつもは表示しないんですけど iPad にエアシップのマップを表示しながらプレイをするのでいつもより迷子にならないと思います。頑張ります。よろしくお願いします。お願いします、はい、お願いします。こっち閉まってる、こっち開いてるの。あ、なかった。 OKOK、 OK、 OK、やばい。あ、コミサボ。あ、シユさんだ。また見た。エンジンルームの真ん中あたりでハイブリさんの死体で、一応あの宿舎前通路から降りたら絶対見つけられる。じゃあ絶対足湯じゃね。いや弁当で行ったんじゃないですか。僕はあのアドミン見てて、はいはいはい、あのキッチンに位置ついて、あ、僕がアドミン見た時は武器庫に位置ついてて、でその後にコミサポなって、で通信室行って高田さんと一緒に通信室行って、はいはい、の方行った時に足湯さんがぶっこから来られましたよね。高田さん違うかな。いや、ね、足湯はエンジンから来た。エンジンから来た。あれ、あ、エンジンから来た。エンジンから来た。そら来るでしょうよ。キッチン行ったらセキュリティエレクトリカルメインホールエンジンって。ああ、エンジンから来た。エンジンから来たっすよ。さ、サントスを見たんじゃない。あの武器庫から来たら確かサントスが。あ、サントスさんか、ブッコから来た。あ、そっちからは行った。で私セキュリティのカメラ見てて、ハイブリさんとピカさんがエンジンで映ったのまでしか見てない。あの、はい、その後コミサボだから。でもエンジンから来たら僕が一番怪しいのよ。いや、怪しいよ。怪しいっすね。足湯さん、誰か異常報ください、他に。いや、シャワー室からメイン、エンジンのど真ん中まではハイブリさんと僕が一緒に移動してます。はいはいはい。で僕はその後金庫室行ったんですけど、金庫室にピカクロス来たよね。うん、来ました、途中で。だから一応私のセルフ、うん、あの一回切って上がって戻ってのあのセルフリポートはあるかもしれない。あ、それはないのを私主張する。先にピカクロスさんが抜けてるから、もしやるなら一回解散してもう一回戻って殺して、さらにもう一回だから3回動かないといけない。あ、じゃあ本当に普通のセルフだ。ちょっと足湯さんの移動経路聞いていいですか。あの、申し訳ない、先ほど嘘をついたんですけど、武器庫キッチンからベントでエンジンに移動してエンジンからコミュニケーションに向かう。結構ある。ありがとうございました。これで整合性合うと思うんで。なんか高野さんと足湯さんのふわふわ感が二郎なのかなって。めっちゃナイスファイト。難しいな。54秒。よいしょ。エンジンルーム、金庫室。さんが上行った。あ、あ、あ、はい、あ、あ、そばそばそば、最終位置教えてくれ全員。キッチンです。シャワーです。エレクトリカルです。昇降機、魚さんと一緒。うん、ケンシ、ミーティングルーム上です。ケンシ、ハイブリ、オラフ君もかな、僕はもうキッチンの方に抜けました。あ、そうか、キッチンの方に抜けたな。あ、直前までは高田さんと、ハイブリさんの死にしてます。あ、セキュリティで。セキュリティです。はい。5秒前ぐらいまでに高田さんと、ハイブリさんを見てます。弁当を見た。お、どこのですか。
貨物の弁当が開いたのを見た。じゃあ、シューさんじゃん。シューさんじゃん。なんでそんなとこで見るんすか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 シューさん。見るんすかもう、僕がシャワーにおる段階で見たらほんまダメじゃないですか、そういうことを。あ、シューさん。シューさん。診察室から弁当見えるんですよね。ああ、見える、見える、見えますね。ナパイさんが診察行く前、エレクトリカル行ったのは僕が。これちょっと、みんなポイポイ入れてます、僕に。いや、僕はスナパイさん嘘ついてると思ってるから、スナパイさんに入れました。絶対入れてるじゃないですか。ちょっと喋らせて、ちょっと喋あ、でも、もういいか。いや、まだ全然、全然。はいはいはい。アーカイブでタスク終わって、で、シャワー室で最後、タオルを拾いながらっていう感じだったんですけど、でもまあ、そこで見られたって言ったら、僕もかなり怪しいかなっていうんで、アーカイブもまあ、飛べるっていうのだけ。アーカイブでシャワーのタスクって言いましたよ。アーカイブからシャワーに行って、やってタオルタスクをやってたっていう状況で、はい、まあピカさんには見てもらっているかなっていう感じで、魚さんも見かけたかな。アシューさん大丈夫です。僕ちゃんとスナパイさんに入れたんで。絶対嘘やんか、アルマくない。アシューさん見れば、今日めちゃめちゃ撮れ高あるんで、めっちゃ動画がはしゃ、なんか、はかどりますよね。ハイブリさん、それ動画かとかじゃなくて、僕は真面目にこれ、あれなんですよ。グルーを勝たしたくて僕はやってるんですよ、これ。何この表の入り方。すごいな、もうこれ。もう。ダメですよ皆さん、しっかり議論してくださいね。頑張ってください皆さん。僕は来るですね。しっかりが愛らしすぎて可愛いなぁ、いいなぁ、いいなぁ、面白いなぁ。あれ、ピカ君こっち来たん？直さねえのか、停電。直しに行こう。あ、直った。ひどい現場を見てしまったね。僕弁当展望デッキで弁当見たんですよね。あ、見たんか。で、見てハイブリさんにここら辺、うん、あどこだったっけ、ブキコあたりで、うん、なんか僕ジェスターしてたの分かりました。あ、分かった分かった。あれ、なんかごめん、単純にオラフ君が俺と遊びたいかなと思って、可愛い子やなと思っちゃって。何マジで弁当見た弁当見たと思って、インポスターおるって言って、でこっち入るじゃないですか、こっち の展望で、うんうん、分かる、アドミンあるところで、2人おったから、あ、これ両方一緒に踊りたいかなと思って思った、はい、ハンバーガーだ。レタス、肉肉、玉ねぎ、レタス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 、パン、レタス、トマト、レタス、とパン、レタス、あ、これどうします？ピカさん落ちちゃったけど。どうするの？ピカさん落ちて死んでる？で、宝さんも通信出る。あ、宝さん3秒前ぐらいです。めっちゃ直近でバイタル情報で見てて。はいはいはい、主催の宝さん。はい。まあ、でも続けていいんじゃないですか。お、続けます、まあ、継続でいきましょう。はい。はい、あ、じゃあ、レポートしたハイブリが言うんでしょ。はい。言うんですが。3秒前です。大変申し上げにくいんですが、うん、足湯さんが目の前で宝さん。あ、マジ？一応、僕も情報あって、メインホールで停電かな、停電起きましたっけ、停電起きた時に、足湯さんと竹尾さんじゃない、高田さんが、うん、エレクトリカルの方行くのを見ました。はい、エレクトリカルで合流して、多分ピカ君が落ちたから優しさでそういう見せ場を作っていただいたのかなと思って、続けようって言われたから、足湯さん。はい。いや、足湯さん。はい。これは、僕、足湯さんに投票するんで、はい。
あの何か一言お願いします。はい、皆さん、これは足譲りが正解です。よろしくお願いします。すごすぎるわ、足湯さん。ちょっと足湯さん、足湯さん、足湯さん、ピカクロス、インポスターなんだ。インポスターなんですよ、ピカさんが。なるほど。そういうこと。ちょっと面白すぎるよ。え、やばら、そういうこと。え、てか部屋4回変えてて7連続すごくない？呪われてずっと部屋同じだったらまあギリ分かるけど、すごいですね。はい、もう体重は多分3キロぐらい落ちてますね。ヤシンさんいるし。これフェイクタスクなの？ヤシンさんフェイクタスクなのかい？もういいよ、殺すなら殺せよ。アルマさんが右へ行った。マジかよ。いや、いいよ、いいと思ったよ。押してでもらっていいですか。ちょっと足湯さんの格好して少しでもヘイトを買おう。確かに、ありかもしんない。みんな、みんなやる。プレイヤーが 1.25 か。あ、プレイヤーが、そう、プレイヤー 1.25 の、はい、タスクバープレートがオフ。オフだから、あ、それ以外は。足湯さん疑ったらあかんなっていう謎のなんか、あの、そういう要素に入れたらあかんと思いつつも、足湯さんが容疑者位置に入るたんびに、やっぱ足湯さんやろなって思いながら。なんかできること全部やって、それでも足湯さんに引いてほしいっていう思いがあって。わかるわかる。わかります、わかります。あ、ね、タスクバープレートオフや。これはあれですね。じゃあ帳簿入れてないです。これでいいかな。あ、それ死人タスク。あ、死人タスク、違う違う。それはオフにしてもらって。死人タスクオフで、はい、タスクバーアップデートもオフで。あ、行わない、これです、ね。あ、行わない、はい。あ、ありがとうございます。さすがにね。あ、しゅうさん、サムネができました。うん。ありがとうございます。我が道を行くお花人よ、もう。お花人。じゃあこれでいきましょう。よろしくお願いします。ドラフも大丈夫だから、あと一応わかんない。魚ピカクロスが一緒にいたから、魚ピカクロスとかだったら、ああ、ああ、やだ、俺にも乗りたい、俺も乗りたい、俺も乗りたい、乗りたい、乗りたいのに、乗りたいのに、乗りたいのに、乗りたい、乗りたいのに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 、乗りたい、乗りたいの、乗りたいのに、乗りたいのに、乗りたい、乗りたい、乗りたい、なんでもう。乗せてよ、乗せてよ、乗せてよ。やっと乗れた。